どうもロシングルです。アズタスクフォールズ続きをやっていきましょう。ホルト家というねバカ兄弟の強盗が主人公たちビンスたちを人質にモーテルに立てこもったところです。レッツゴー。1998年5月29日アリゾナ州モーテルデザートなんとか。やめろ。ショットガン2発のうち1発しか入ってないのか。傷つけないと言っただろ。タイラー、てめえいい加減にしろ。調子に乗るんじゃねえぞ。こっちのセリフだ。もう出るぞ。さっさと行きやがれ。ああやばい、ミシェル。もうダメかと思ったわ。私もだ。あぶねえ。足が震えておる。ベース。バカ親父。あいつやれっつったんだぞ。無茶よ。気持ちはわかるけど、とにかくダメ。わかってる。バカなことをした。すまない。自分でもわからない。わからない。ゾーイが見てるのに。でもあいつが本気だったらバカなことをした。そんなことはない。勇敢だったわ。けど死ぬような真似はやめて。君が死ぬよりマシさ。怪我はない？よかったね。みんな無事じゃん。大丈夫だ。ビースが殴られたぐらい。2日後にはセントルイスにいて、こんなこと全部忘れてるさ。ああ、行こう。セントルイスへ。中西部へ。ダメだ、もう外に出れない。我々の勝ちのようだな。くそ、さらばだ。ホルト家、逃げよう。ワンチャンスさあるぞ。助けてくれるわよ。あいつは信じてるんだな。俺は不安だ。ゼウスとかダンテとか、なんか神話系の名前が多いですね。うわぁ、来た。こいつの金庫から金を盗んでやったんだよな、ホルト家は。終わりだ。ツーロック分保安官のロメロだ。だがお前たちクソどもはもう知ってるよな。いいこと教えてやる。アリゾナじゃ押し込み強盗は軽い罪だ。ほぼ警告だけです。マジで？よかったね。だが悪いことにお前らが押し入ったのは俺を言うた。妻の在宅中にだ。ジェイ、裏から来てないか見てこい。無理じゃない。どうやっても来てないか見たところで。俺の手間を省いて投稿しろ。電話は使えるようにしておけ。交渉のために連絡する。終わりだ。言うことなんか聞くかよ。バカじゃね、デール。終わってんな。救出してくれる。独りよがりなところもあるけど、やることはやる人よ。本当か？無茶しそうじゃない？親しいのか？知ってる間から？よく知ってるようだな。小さな町だから全員が知り合いなの。なるほどな。アッシュがいないことは知ってるのかしら。君の息子か。息子。ええ、人生一番の宝物よ。これじゃ殺のいい的だぜ。なあ、計画通り人質を使おう。終わりじゃん。裏門はチェーンがかかってる。出入りはできない。兄さん、もういいんじゃないか。いいんじゃない。俺たちそろそろ諦め。言うな。ロメロはせっかちだし、小さな町の殺どもは間抜けばかりだ。今は待つのが一番だ。嘘だろ。FBI 来たら終わりだよ。おい、誰も出んのか。出んのか。おまわりさんが。デールだけは電話に出しちゃいけないよね、バカだから。黙ってないと痛い目に遭うぞ。おい、俺に言ってんのか。もにそんな口の聞き方はやめろ。まだ6歳なの。思ったままに喋ってるだけよ。そうよ、思ったままに喋って。かわいい。うるせえ。次に口を開いたやつはオフィスにぶち込むぞ。どうでもいいわ。コキがあるの。バレずにダンテに連絡できるかも。いける。我々はオフィスに行く。どうしよう。冷静に逆らおうか。あ、冗談。これいいんじゃない？聞きそう。なあ、靴職人の大好物のスイーツは何だと思う？何だと思う？靴職人の大好物。シュークリームだよ。シュークリームだよ。バカが。なんだそれ。でも、ちょっとウケるな。ウケてやがる。ほら。ウケるだろ。ユーモアセンスが足りない。頭が悪いお前らにはこのぐらいでちょうどいい。オフィスに入っとけ。ああ。そんな。ああ。引き離さないで。ああ。おとなしくしてるから。ああ。大丈夫だ。いいわけないでしょ。何もかもが全ておかしいわよ。ミシェル、ミシェル。二人ともお仕置きだな。ジェイ、
誰も電話に出ないように見張ってろ。ひゾーイ、ゾーイも一緒に。あ、え、いや、いないね。あー、縛られた。そんなバカな。おとなしくしとけ。そのショットガン弾入ってねえんだろ。ビビるかよ、2発しか入らねえショットガン。どういうことなの。呼気があるんだ。また電話が来たら。本当だわ。ではほどけさ、ね、その作戦も知らずに絡みやがって。ダメだ、きつく縛られた。そう、どうしたらいい。どうしよう。摩擦が使えるかもな。摩擦、摩擦だって。それかハサミよ。ハサミあるね。そっちの方がいいな。あのペン立てを落とせるんじゃない。落とすんか。ガッシャーンなるんじゃない。足で、うらトゥー。いける、いける。落ちそうだ、咳でごまかしてくれ。本当にそんなんでごまかせんの。分かった。子供が考えたみたいなアイデアだね。1、2、ツーアウヘアブヘア。気づいてない。摩擦からならずっと続くはずだ。ハサミに届きそう。でっけ、届く、届かない、わけがない。子供だってできるさ。ぐーくー、ふう。急いで、ドアを塞ぐ。失敗したら手怪我したりするのかな。モーテル、もしもし、デザートドリームにいます。私だ。保安官とつなげてください。保安官のロメロです。こちらは来た、ヴィンセント・ウォーカー。ヴィンセント・ウォーカーだ。家族と人質にされて、人質にされている。わかりました。とにかく落ち着いてください。頼む、早く早く急げって。いいから、冷静にとかそういうことじゃなくて、急げ、時間がない。何が起きたのか教えてもらえますか。言うの。なんだろう、父は病人だ。あ、娘言えばよかったな。保安官、私の父が脳腫瘍なんです。怪我はないですが、ストレスがかかると。頼む、お父さんは必ず我々が助け出します。まず娘のことだよね。他には。大丈夫、頑張って。粘ろう。娘、モーテルは、あ、やべえ、言うべきだった。ホテル、こちらも無事です。ホルト兄弟って言えたのに。望めば警官になれると俺は思ってました。彼女の子供は友達の家にいると思います。そうですか、よかったね。バレる、まずい。くそ、ドアを押された。やべ、バレた。ホルト家って言えばよかった。ビンス、ドアがもう持たない。オッケー、ホルト家、ホルト家ね。え、名字はホルトだ。来た。犯人は若い3人組です。モーテルのオーナーが確かホルト兄弟と呼んでました。ああ、本当ですか。なるほど、これでいろいろ分かりました。何が。そういう一家なんです。まあ今夜で終わり。片付く、無事。もう時間がない、我々はもうおしまいです。この件はなんとか突入してください。用心を怠らないでください。いいですね。無理じゃねえ、やられちゃうよ。デールがやばいよね。うぐっ、ふざけるな。次にこんな真似したらこいつを窓に立たせて撃ってやる。お前ら全員モーテルから30メートル離れて二度と電話してくるな。こいつ賢いな。何を話した。どっちがいいでしょうね。全てだ、ここで起きたこと、何もかもだ。犯人はホルト兄弟だと全部言った。てめえ、この町の殺はみんなあいつの言いなりなんだ。あいつはあいつで町の人間のことなんかこれっぽっちも考えてないんだ。あなたはどうなの。てめえはどうなんだ。おい、二人を一緒にしといたのが間違いだったんだ。話して、ミシェルを話せ。ツーロックに来たのが間違いだったな。なんだと。あ、やべ、ミシェル、え、あ、電源落とされた。これはスワットが突入してくる。アズタスクフォース。怖い。時計の音が怖すぎる。あなたは12年間航空整備士として勤務しました。過去に戻っちゃった。ですがある日事故が起きた。事故が起きた。エンジンも粉々になって、うん、従業員に怪我人が2人も、しかも死者まで出ました。原因はあなたが DC-10 のナットを締め忘れたから、ね。マジで？そうじゃない。
俺じゃありません。圧縮機ディスクの欠陥が原因です。そのことを事前に会社に報告してたのに。それはあなたの言い分に過ぎません。楽になりたいです。弁護士がなんでそんなことで詰めてくるの、おかしくない？受け取った方がいい。これは寛大な提案なんですよ。弁護士はビースのことを守るんじゃないの？サインをしたら二度とこの業界で仕事ができなくなる。死んじまう。この件はもう終わりにしたいんだ。そんなはした金の小切手なんかいらない。人生残り生きれる分のお金くれ。復職なんだ。失礼ですが、ウォーカーさん、あなたは今後何があっても航空会社で働けません。悪い話ではないですか。なんだとは？ペンをお取りください。そんな嘘騙されるか。机ひっくり返す。怒りで頭がはち切れそうだぜ。自分のケツにぶち込め。ぶち込め。少しは闘争心が残っていたんですね。消しゴムも何もかもだ。鉛筆削りも、それからシャーペンの芯もだ。あれ、夢か。事件2日前、サクラメント。ごめんなさい、荷造り中よね。今引っ越し前のお話だね。来たからもう帰るわ。そっちは大丈夫？ああ、ああ。実は変なことがあって。何？またあの夢を見ててさ。弁護士事務所にいたんだが。夢？こんな時間から？ああいや、夢を見ながら荷造りしてたんだ。湖での新生活のことをね。うまい言い訳だね。箱詰めして引っ越せる準備していれば大丈夫。もうこの家にすら入れないんだね、カリフォルニアの。今あなたが辛い思いをしてるのは分かってるわ。でもこの引っ越しは。ああ、エアコンがもうダメだ。7時には着くわ。中華を買っていくわね。ゾイ。じゃあね、もう切るわ。ああ、分かった。悲しいな、なんか。大きい家なのに、なんか住みづらそう。なんで居眠りなんてしたんだ。6時半か。よし、ビンス。7時までに全部きれいに片付けるぞ。どこからやろうかね。気をつける。あ、自分でエアコンを知る。まずは見えるところから。皿洗いだ。おら、ふう。もう一丁洗おうじゃないか。出せ、もう一枚。おら、皿をよこせ。よこさんかい。なん、よし、よし、終わりだ。気持ちいい。部屋がどんどん綺麗になっていく。素晴らしいじゃないか。さて、もし操縦室の空調と変わらないなら、きっと直し方は、直し方はダメか。こうか。間違いなく、じゃあこうやって、こうやって、で、ここをこう繋いだら、これだこれだ、うん、やっと涼しくなった。カリフォルニアはエアコンがないとな。聞いてるし、完璧だ、完璧だ。7時前、余裕だな。大丈夫だ。次は何だ。片付けようか。じゃあ荷造り、外に出る、天気予報、写真を箱に入れる。荷造りだ。荷を作ろうじゃないか。こんなまだ手ついてないんだ。やってやろう。本なんか全部捨ててけばいいじゃんね。実現しない夢もあるってことだな。ああ、悲しい。大人として受け入れたのか、これは。まだ受け入れがたいよね、正直。まだ時間がある。まだいける。よし、あと少しだ。写真を箱に入れよう。この写真は絶対に持っていかなきゃ。美しい思い出だ。いや、箱に入れよう。思い出に浸りたいが。人生を片付けてる気分だ。新生活が待ってるんだ。ここで終わりじゃない。時間かな？まだある。天気予報見よっか。どれどれ。朝は冷えますが、次第に暖かくなるでしょう。あったけーってか、暑い。34度。湿度はちょうどいい、 69% になるでしょう。最高だな。天気はこことあまり変わらないようだな。ミズーリ州いいとこだね。いけ、トニー。お前ならジョーダンに負けない。おい、天気予報。おい、レフェリー。おい、マシだぞ。おい、ビース。7時回ったぞ。何やってんだ、おっさん。は、はじゃねえんだよ。パパ、おかえり。最後の日はどうだった。どうだった。まあまあかな。ミリーから住所もらったけど、寂しくなるよ。その通りだな。みんなにとっても悲しいからな。悲しいよな。引っ越したらミリーにお手紙書くんでしょ。よし、
ママを手伝うから、お前はパジャマに着替えてきなさい。パパがお休みの役？ああ、いいぞ。いいぞ。かわいいな、ゾーイ。頑張ってくれたから、あなたの好きなものを買ってきたわ。なんだ？中華？春雨ヌードルかな？おお、エビか。エビか。最高じゃない。引っ越し業者から電話来た？いや、まだだ。まだだ。いつ来るんだろうね。全部やってくれたのね。やるじゃない。よかった。どういたしまして。いきなり外出てたらどうしようね。正直に言う。何を正直に言う？もちろん、ソファーが居眠りに誘ってきたけれど、なんとかね。我慢したよ。また夜眠れなかったの？あなた大丈夫？ああ、平気だよ。平気だ。またちょっと変な夢を見たが。白昼夢ってやつさ。まあいいさ。私が税務署を解雇された時、あなた言ったわよね。いいお仕事ついてたんだね、二人とも。違うわ。あなたは変化を恐れるなと言ったのよ。おお。その言葉は正しかったわ。あの時クビにならなかったら、博士号の論文を出せなかったし、大学でも働けなかったもの。すごっ。前向きに考えろということか。ビンス。お腹ペコペコ。すごいね。ゾーイは食べさせたけど、私はまだ何も。いっぱい食べな。ゾーイを寝かせるから、どうぞ。寝かせるには早すぎるような明るさに見えるが。うん。何の電話だ？メールかな？気になるね。まだ起きてるの？よし、パジャマに着替えるぞ。おねんねタイムだ。ゾーイ、明日の引っ越しはどんな気分だい？楽しみにしてる。楽しみかい？引っ越し屋さんが夢に出てきて、お星様のランプを取ったの。それがないと暗くて眠れないから、すごく怖かった。うん、この部屋に回ってるやつだね。心の中でモヤモヤしていることについてのね。暗いところの夢？違うよ。違うけどね。だけど夢っていうのは何かメッセージを伝えようとしてるのかもしれないぞ。え？例えば？どっちかな。怖がっていい。怖いものと向き合おう。怖がっていいんだよ。それは普通のことなんだ。誰にでも怖いものはある。パパだってそうだ。でもそれでいいんだ。それでいいんだ。みんなそうやって生きていくんだ。そしたらいつか怖くなくなる日が来るんだよ。じゃあ大きくなったらお星様のランプはいらなくなるかもね。寝なさい。そうかもしれないね。かわいいね、ゾーイ。おやすみ。月に行けるくらい愛してるよ。ビンス、いい父親だな。最高の父親だな。なんか泣けるわ。もう引っ越し業者が送れないといいけど、確認メッセージを送るのってそんなに大変なの？もう寝たの？すごいよね。本格的に眠る前にお休みのキスをしてこなくちゃ。優しいね、二人とも。いいご両親だ。おん？さっきから何なんだ？来たのかな？きっと引っ越し業者だ。引っ越し業者かな？ニューメッセージ。カップケーキ、君の素敵な笑顔が見られなくなるのは辛い？最後に飲みに行った。ブルースって誰だ？ブルース？なんだ？ミシェル？ミシェル！っていう思い出を今思い出しちゃった。このタイミングで。なんで電気が消えたの？停電だわ。いつもこうなるよ。あ、停電なんだ。違う。あの保安官の仕業だ。レール、やっぱそうか。外を見やっとけ。そらそうだよね。タイミングが良すぎるもんね。とにかくここから出ないと。どうしよう。暗いのは怖いの。お願い。待ってろ。待ってろよ。ジェイ、ガキを上に連れてって黙らせろ。まあどう。やめて。机を調べよう。まずは。何かあるかも。鍵がかかってるか確認しろ。机だな。ジェイ、行け。ヘアピン。ヘアピン。使えそうだな。使えそうだ。暗いからな。大丈夫だから。あとは。おい。ここならドア試そう。あるだろう。奥に一台ある。おい。そうだ。手動スイッチを使えば。お、いけるか。ふんぐ。次は。ふんぐ。からの。ふんぐ。開いちゃった。やば。ごめん。怖。いや何も。開いちゃったのは怖い。俺たちの姿も見えない。玉すだれがチャラチャラなるのが嫌だよね。緊張感ある。おい、なんか聞こえなかったか。何も。裏を見てくれ。何もないよ。ない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 、なんもないって。間抜けだなこいつら。全然危機感がない。暗いから怖がってる。
ゾイをなんとか助けなきゃ。まずはゾイだ。ミシェルはちょっと後で考えよう。今少し夫婦の危機が近づいてる気がする。捕まえに来たのよ。分かってるでしょ。いい加減黙れ、ジョイス。これどうなるの？というところで、今回はこの辺で終わっておきましょうか。ゾイ、待ってろよ。お父さんが今、迎えに行くから。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。